一回じゃあ一回じゃあ一旦すみません十秒ください。言っても言わなくてもどっちでもい行きましょう。あの抽選箱の中に入っているのを引いていただいて、そこの質問にこう答えていただくということになっております。いいですか。よろしいです。失礼します。はいはいどうでしょう。あ一枚目いきました。監督に質問です。はい。 ままだキャストも知らない伏線ってありますか会場で言えない場合は二人にだけ発表してください。いどうですかあのー、なんだろうな、うん、伏線ではないけど、まあ、なんかまあ裏話というか遊びみたいな、まあ、僕は遊びみたいなの入れるの好きなんですけど。確かにっていうのは、まあ、あるかなこれ知らない,知らないのあるこれ知らないかなだいぶ僕らも知ってるつもりでは言いますね。言,え言えますかそれは えどうどうだろうな。ちょっと一回じゃ。一回じゃ。一旦すみません。10秒ください。あの僕にも聞こえない絶妙な音量で展開されてます。あれそこで流れるナレーション、俺の声。いや。どうですか。お二人的にこれ言えます？いや。言っても言わなくてもどっちらで じゃあえもうどうですか監督的に言っちゃっていいならめっちゃ面白いっすて <laughs> <laughs> これも結局我々が一番面白いからそうす僕らが一番面白いんですけど説明だけね二、はい、人で閉じ込めてつもあれなんであの一番最初冒頭にこう僕が家でテレビを見ててはい、はい、あの出てくるじゃないですかテレビをこう見てるじゃないですかその時のナレーションは水野さんこうなるんですよ僕らは結構面白いんですけど <laughs> あのアナウンサー使ってくださいよ確かに確かに今さ確かにそれぐらいしたあとね北さんが途中でってやるじゃんあれも俺えっちょっとねちっち自分でやっちゃうパーソナルトレーナーもう監督が減ってんじゃないのもう下手したら北さんすげえうまいんだけどあれだけ下手だったねだけ下手だっただか置き換えたんですか自分の声俺のが入ってる これもお二人知らなかったんですよねいですけどすどうでもいいかもしれないで遊びですね <laughs> 素晴らしい裏話が来てましてありがとうございます,いますでは続いては染谷さん <はい S 2> あのお願いしてもよろしいですかいきなりすごい裏話が来ましたけれどもえ伏線だらけで非常に見ていて面白いです一つ疑問がありましていい機会なので質問させてください ルカーがマルコに再配達を頼む際に3月12日って言っていました文也君の誕生日がとつながるのですが偶然ですかそれとも何かの伏線でしょうかもしか何かもし何かあるのなら教えていただけると嬉しいです <laughs> そうですよねあのあのなんていうの最初はねあ違うんですよあれはだから僕最初は台本書いた時はゼロ、だから8月の設定してたんですよね撮影が1月だったんですよねさすがに 8月の設定だめだなと思ってそ,うでそれであのまああの3月設定にしようと思ってとあ問われる理由であのでその時にあの気づいたんですよね文哉君の誕生日だっつって<お>でどうせなら文哉君の誕生日にしようと思ってそうしましたあら偶然じゃなかったってことですねいやどうですか3月12日生まれが僕も現場でもちろん気づいてたんですけど、はい あ、あいうのってスタッフさんの愛のある遊びじゃないですか？はい、だかこっちから触れることってできないんですよ。<laughs> あ、そういう <laughs> これ俺の誕生日っすよね。みたいなキャラじゃない。僕てら <laughs> <laughs> ちゃんとかにだったら <laughs> これ俺の誕生日だよ。これねみたいにできるんですけど、監督とかにこう言う感じじゃないんでやってて、自分のセリフでこう。3月12日8時から10時の間ですね。っていうセリフを言うのがすごく。 心地が悪かったのは覚えやっぱ自分の誕生日やね何よりも行ってきた日付をセリフでまた言うっていうのはなんか面白みありながら心地悪かったのは覚えてますね。